やってそうじゃない。あ、でものれん出てないよ。あ、ほんとだ。あ、開かないわこれ。見てこれ食べたいよ。レモンしゃぶ、レモンしゃぶしゃぶ。ちょっとじゃあ探しつつ裏で、はい、スタッフがちょっとお店問い合わせて、このみさんにちょっとお電話していただいて、はい、OK だったらちょっとお邪魔させてもらう。はい、でお二人、先ほどのお店、はい、うん、スタッフが問い合わせたらこの後開けてくれるという、え、撮影も OK というマジことなので素晴らしい。来た来た来た、旅の運が全て俺らに向いてる。全部来てますよ。これはこれもうなんかミスったんだ。なんだえい、これはすげえ。今いい流れ来てるから、いい流れよ、絶対いいこと。箱なしフリータイム、のれん出てます。ありがとうございます。ありがとうございます。このみさん感謝です。じゃあ行きましょう。お邪魔しましょう。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。すいません、こんにちは。こんにちは。こっち座っちゃっていいですかね。すいません。おっとっと、あらあらあら、ちょっとちょっと来てるんじゃないですか。あっきり来ちゃってますよ。あいやいや、じじいすぎやて。じじいがもう来ちゃってんのかな。まずちょっと飲み物頼もうよ。飲み物ね、うん、でこれだってそうでしょ、レモングラス。あ、竹雄レモングラス。これ竹雄レモングラスのお酒。これおかこれ飲みたいな。名物みたいですよ。俺これがいいな。これのなんかソーダ割りとかあったらね。あったらじゃあ次頼んじゃおう。すいません、この白金香水ってソーダ割りってできたりする。あ、大丈夫です。あ、じゃあソーダ割り2つ。はい、ですか。飯ですわ。飯はもうやっぱ俺あれ食べたいけどな。よいしょ、しゃぶ、レモしゃぶ鍋ね。行こうよ。じゃあしゃぶ行きましょう。しゃぶ行くのと、うちね、俺ね、行っちゃってくださいよ。マジで厚揚げ欲しいな。のんべえだな。手作り厚揚げ。厚揚げ行こう。うん、厚揚げの石焼き。あ、でもなんかすごいいろいろあるね。うわうまそう。肉料理も、馬刺しもありますよ。あ、馬刺し、馬刺し食べたいな。食べよっか、馬刺し食べ、馬刺しないっす。でも有田鶏ってなんだろうね。おすすめになってますよ。わっ来た。わーおー、サイズ感が。すいません、すいません、ごめんなさい。おはようございます。ちょっとついでに注文もいいっすか。うん、レモしゃぶ鍋を、厚揚げの石焼き、馬刺し、馬刺し、ごめんなさい、有田鶏の唐揚げください。そうしましょう。食べたい食べたいとか言って、あ、乾杯。乾杯よ。でもちょっと夢にもう居酒屋に来ちゃった。おとしく地元の後輩と来てるんじゃないかな。確かに。はい、お願いします。うわ、相当うまいよ。すっきりしてるね。めちゃくちゃ後味すっきり。レモンのなんかハーブのふわっとした香りもね、うん、芋の中にいるよね。芋の中にいる。これ帰れないわ俺。ベロベロになっちゃうと。いや、これやばいな。来い来い来い、濃いやつ。うまい、来たよこれ。うわうわぁ、なんか、って、うわ石焼き、うわすげぇ、優勝だ。うーん、これはすげぇ。これ見てられるね。見れる、ASMR。 ちょっとこれどっちから行こう。ちょっと、うん、これ熱々だから、熱々のうちに行こうよ、これ、うん、本当にうまい時のやつは、あの、お前もう行けよ、みたいな。食や、わかるわ、これ、大葉がいい味出してんのよ。
これはやっていいかもしれない。これはかっこいいかったな。めちゃめちゃ大葉が超いい。いい味出す。うわこれ美味しい。厚揚げってさ、しなしなのやつ多いじゃん。うん。カリッカリ、外カリッカリで豆腐ふわふわ。わーお。これやばい。有田鶏。うわー。これうまそうだね。ちょっと俺行っていいすか。行っちゃって行っちゃって行っちゃって。うわぁもう、うわブリブリ。ヤマビーのピース出ちゃいました。うまい。ちょっとさ、ごめん、熱々のやつ2個来て、俺忘れてた、うん、こいつ嫉妬してるわ、馬刺し。馬刺しが、確かに一番最初にね、来たのに。行っちゃっていいっすか。行っちゃってください、馬刺し。やっちゃって馬刺し、馬刺しね、いただきます。あ、女子なんだ一応ね。うん、生姜をね、ちょっと。うん、これ一口にかけるから、俺ご飯ってこれを。うまい。うまい。うま刺しですこれ。あ、馬刺しじゃなくて。馬刺しの馬刺し。もう馬と読むあれは。馬じゃないんだ。馬じゃないです。馬刺しなんだ。馬刺しでした。じゃあちょっとこんな馬刺しを。これ持ってってか。竹を最高。ちょっともう見て、はいや。もう開いてん、あんな濃かったハイボールも。もうなんかガチンっていっちゃって、ガチのスピードでいっちゃってるね。ハイボールください。レモングラス焼酎。飲むってなったらどんぐらい飲むんですか。だから7時から飲み始めて、うん、朝5時、6時。すごい。で、松屋1回行って8時に1杯飲んで帰る。8時にもう一回飲むんですか。もう一回飲む。一番飲んだ時でどんぐらい飲んで。だから、ね、あの18時から飲んで13時だ。最後は公園でロング缶持ってた。すっごい昔だけどね。あのコロナもそんなん気にしなくていいし、22、23ぐらい。そう。でも俺逆に20歳ぐらいの時全然飲めなかったっす。なんかコロナ中ぐらいから徐々になんかどんどん飲める。飲み方を覚えてってみたいな。ってなると俺も最初からずっとずっと。何なんだろう。でもなんかね、俺ん家はお酒飲む家じゃなかった。家で、一本もお酒ない家。お父さんお母さんも晩酌とかもしないし、警察官と看護師だから。じゃあ飲まない家だったの。だからね、大人になってあの実家帰るから、冷蔵庫開けて最近ビールめっちゃ入ってる。え、あれお母さんが定年で退職してから。なるほど、ね、男4人兄弟じゃん、はい、みんな独り立ちしてったからやっと自分の時間ができた。へぇ、いいよあれ。そうなんだ。わーお、来た。うわ、うわすごい。こちらイノシシですね。こちらイノシシ。肉とお野菜を半分ずつ入れてもらって色が変わってから食べてください。はい、わかりました。いっちゃうよ。いいよ。もうなんか ミスったんで。なんだっけ。えい、チンゲンサイ。チンゲンサイドン。これ半分ぐらいいったね。もう一枚いっちゃおうかな。ちゃおう。しゃぶしゃぶだから割とすぐ。これどんぐらいで、イノシシはどんぐらいですか。赤くなくなったらいいよ。もういい、もういい。終わったら食べていいです。あ、じゃあ、いい野菜も。このままいっていいんだ。レモしゃぶ。レモしゃぶ。早い。あ、なるほど。ねねねね、ちゃんと香りついてる。味ついてる。めっちゃうまい。おお、ほんとだ。レモンでイノシシとかの全部臭みもあんまないですね。食べやすいよね。これ美味しい。豚も、ね、豚も行こうよ、イノシシあんなら。この豚って、はい、若くスポークです。一緒や。一緒。
やっぱこの町では有名な豚なんだ。じゃあ大事に食べようよ。そうね、うん、わー綺麗、幸せだな。岡山雄三じゃん幸せだな。もしもこの船で君の幸せ見つけたらすぐに帰るから僕のお嫁においで。そんなこんなしてたら豚が、はい、豚が上がってました、ね、じゃあちょっといいっすか、いっちゃってください。はい、いただきます。こいつもこの顔出すんだってなるこいつもなの、うん、イノシシと全然違うわ。イノシシも全然癖なかったし、あ、まあ、全然違うね。噛み応えも違うし、香り方も違うよね。レモングラスの全然違う、甘い。こいつはやっぱ豚本来の甘み、脂の甘みがめっちゃ強くて、イノシシの方野生味の旨味が強いよね。そうね、これはね、2種類頼んで食べ分けた方が、いや、そうね、楽しいよね。絶対これ2ついった方がいいね、うん、いいね。のんべえって人がうまいもの食って飲む姿こうやって今もうニコニコしながら見てたもん相当うまかったよ竹雄、うん、もっとバズらせたい竹雄ね。竹雄確かにみんな来てほしいと思っちゃうよね。今日俺上半期で今一番楽しいっすわ今んとこねマジでこれでも初めて会ったとは思えないぐらい確かに地元のやつ感じない。なんだろうマジで地元のいっちゃん心地いい先輩と飲んでる感じ。俺なんか弟だからそういう好きなんですよ。年上とか。あ本当に、うん、俺も実は一番下だから弟だ。あそっか。なんか年上大好きなの。年上しか友達がいない。あれじゃあ初？初だ。あら初の年下。まあもうほぼ年関係ないけどね。なんなら数ヶ月やん。初日の最後は俺から言っちゃいました。ゆうき、かっけえよ。ちょっといっぱいこぼしちゃった。やめてや。ビールって感じじゃないよこれ。うわっ。